工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちらです。ドドン、パズルデコレーションということで、こちらデコレーションできる布のパズルです。去年のクリスマスのおもちゃ見本市の時に見つけて、その時は発売されていなかったんですけど、ずっと発売されるの楽しみにしていました。でこちらどんなものかと言いますと、完成したパズルにさらにデコレーションして楽しめるっていうものなんですよね。普通のパズルだと組み上がったものをのり付けして額に飾るとか、そんな感じなんですけども、それにちょこっとまたプラス、楽しみ要素がプラスされているパズルです。めちゃくちゃ可愛かったんですよ、ディスプレイされているのが。なのでディスプレイの可愛いやつに負けないような可愛いやつ、今回私も作ってみたいと思います。まずパッケージから見ていきましょう。こちらラプンツェルのパズルということで、これが完成図です。この辺全体的に紫ベースなので、パズル的には難しいのかなって思っちゃったりもしています。この黄色い部分らへんはまあまあ難易度は低そうな気がする。で108ピースできるかな。そして裏面、セット内容とざっくりとした遊び方が書いています。普通のパズルと違って、まず組み立ててからが楽しめる、完成したものをデコる、そして飾り付ける、ここにも書いてありますが、大人女子のためのリラックスホビータイム、めっちゃ楽しみ。じゃじゃーん、あデコレーション系が出てきます。まずこれが108ピースのパズル、そして完成したパズルをくっつけるためのパズルの糊、そして糊を伸ばすためのヘラみたいなやつと、ラメのグリッター、いろんな種類のラインストーンやデコパーツ、デコパーツをつけるときに使う接着剤。セット内容は以上です。それでは早速まずパズルの組み立てからやっていきたいと思います。このパズルの素材が普通の紙じゃなくて布なんですよね。サラサラしててすごく触り心地がいいです。じゃあまずは角から探そう。あった、早速ありました。こちら角です。ここですね、右端の角ですね。あ、角あった。顔、なんかこういう分かりやすいパーツって嬉しいですよね。角を4つ発見。じゃない、端っこ、やっぱりこの枠組みからですよね。皆さんはどこから組み立てますかね。こういう濃い色はね、下の方なんで、これとかは、あった、嬉しい。違う、これここか。どーん、あーいいね、このハマる瞬間とてもいい。違います、よし、いい感じ。あ、そしてトト端っこか。あ、できた、一列できました。で、これだ。あった。よし、なんか形が見えてきました。あー、できた、最後の枠、これできました。ここまで来たらもう大丈夫そうですね。これ顔だ。だんだんゴールが見えてきました。もうちょっとだよ。これがこうでいいのかな。できたー、よかった。完成したパズルに次は糊をつけていきます。糊を外側らへんに乗っけていくそうです。いきます、こういうことだよね。絵の表側に乗っけるんですね。私裏から乗せるものだと思ってました。外側から内側に向かって縫っていくそうです。これでいいかと思います。一旦乾かします。パズル完成しました。めっちゃ可愛いですね。で、糊乾いたら触り心地また元の状態に戻った気がします。で、早速デコっていきたいんですけど、その前にこちらです。じゃじゃん、このデコパズル用の額が売っていたので買ってきました。まあ、普通の額でも入るんですけど、やっぱデコがパズル用ということで、とても可愛いフレームになっています。そしてこの額もデコれるように、なんとラインストーン付きです。まずは開けて、これを取り外し、パズルを入れます。で、戻すと、よし、できたー。ででー、めっちゃ雰囲気、あ、ダメじゃん、これデコれない。これを一旦外して、やっぱ雰囲気見ながら作りたいので、こ
これでやっていきましょう。よし、この状態でデコっていきたいと思います。デコレーションに使うもの、付属のラインストーンとかラメとかもあったんですけど、ラプンツェルといえばやっぱりお花だと思うので、100均で造花なんかラプンツェルっぽいやつ買ってきました。これも最後にくっつけていけたらなと思います。でまずはグリッターからやっていきたいと思います。でこの髪の毛のツヤ感とかね、ちゃんと出してあげたいので、ちょっと反射してるっぽいところを中心的にグリッターで塗っていこうと思います。ラメ乗っけるだけで全然華やかさが変わります。あとこっちのツヤ感部分もやっていきます。いや変わるね。ツヤっと、ここにもちょこっと乗せます。いいよ、弁護士わかるかな。直で見るとすっごく可愛いです。あとどうしよう、目の中キラキラにしとこっか。おかしいかな、いや目はおかしいか。どうなる、ちょこっと入れとこっか。ちょっとだけキラキラっと。続いて付属の接着剤を使ってラインストーンをつけていきます。ペタッと乗っけます。額縁にも乗っけていきます。よいしょ、かなり華やかになってきたと思います。最後にこちらお花をグルガンでつけていこうと思います。使いたいお花を引っこ抜いて、根元の部分がちょっと長いので短いところでパツンと切ります。でこれをどこに乗っけようかな。ピンクをこの辺、そして紫のお花、やっぱラプンツェルといえば紫ですよね。ここじゃちょっとうざいかな、なんか上なんか違うよね、やっぱ下か。せっかくの絵が隠れすぎちゃうのも嫌なので、これ額につけとこうかな。こっちは絵の上、これは額のこの辺。あ、結構可愛くないですか。よいしょ、ピタッと。でこれはこの辺に、よいしょ。めっちゃ可愛い。もうちょっとお花足そうか、どうだろう。いや、やめとこうか。いや、これで完成にしましょう。デコパズル完成しました。可愛いですね。手加えれば加えるほど可愛くなるんだけども、さっき部屋の壁に合わせてやってみたんですけど、お部屋まで可愛くしてくれます。ということで今日はデコパズルやっていったんですけど、最近こういう大人が楽しめるおもちゃ多いですよね。大人の塗り絵とかあと特に浮かばないんですけど、なんか大人が楽しめるってすごく嬉しいなって思います。普通のパズルもね、もちろん私楽しくできるんだけども、その後の楽しみがあるってとてもいいですね。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。また動画のリクエストとかもお待ちしているので、コメント欄に書いてくれると嬉しいです。そんな感じで今日はこれで終わります。バイバイ。